ギャリー・マイケル・トーマス・ド・ハーティは、アイルランドドニ・ゴール・ケンカー・アンドナー出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF。代表では、センターフォワードを務めたこともある。2004年秋にトッテナム・ホットスパー FC からの、リジシティ FC に移籍。2005からレロックシーズンには、ファン選出のノリッジ最優秀選手に選ばれている。 2009年3月よりのリッチの首相。2009から10シーズンは44試合に出場し、センターバックながら7得点を挙げるなどのリッチのフットボールリーグ1優勝に貢献したが、シーズン終了とともに自由契約となり、2010年7月6日にチャールトンアスレティック FC と2年間の契約を結ぶことで合意した。2011から12シーズン前半は6試合の 出場に止まり、2012年2月24日に、同僚のポール・ヘイズと共にフットボールリーグ2のウィコム・ワンダラーズ FC に期限付き移籍。翌シーズンより、同クラブへ2年契約で完全移籍し、キャプテンに任命された。2014年2月22日に行われた、チェスター・フィールド FC とのリーグ戦において、空中戦の競り合いで腕を負傷し50分に、途中交代。 試合は1から0で勝利したが、自身は、前腕の転移及び骨折と肘の脱臼と診断され2日後に、手術を受けた。2014から15シーズン開幕前からは、膝の故障に悩まされたが、この影響により2014年12月18日に、スパイクを脱ぐことを表明した。大きな体格を生かした当たりの強いマンマーク守備と、空中戦が武器。 前線のポストマンとしても重宝され、アイルランド代表でもゴールを決めており、ユーロ2004予選では貴重なゴールを決めている。ありがとうございます。